激流を下るラフティングしたちワメディアを再生する、ラフティング比較的に流れが緩やかな、ラフティングラフティングとは、ラフトを使用し川下りをする、レジャースポーツ。特に急流を下って、スリルを楽しむホワイトウォーターラフティングを指すことが多い。ラフティングにはチームごとにスピードを競うレースラフティングや、観光地などでアクティビティとして行われる、コマーシャルラフティングなどの形態がある。 コマーシャルラフティングはアメリカ、オーストラリアやカナダ、ニュージーランドなどの先進国からジンバブエ、チリ、ネパールなど発展途上国まで重要な観光産業の一つとなっている。19世紀から20世紀前半、アメリカではジョン・ウェズリー・パウエル少佐のコロラド川探検に代表される木製のボートによる川下りやコマーシャルラフティングのルーツといえるものが行われてきた。 第二次世界大戦が終わると、現在のゴムボートを使用したラフティングが確立し、各国に普及が進んだ。日本では数十年前から大学の探検部の活動分野として一部の愛好家でのみ行われてきたが、その頃はまだ、ラフティングという言葉は使われておらず、技術的にも安全性にも乏しいものであった。1976年大学の探検部等が中心になり、 1> 第1回の日本リバーアベンチャー選手権大会が開催された。この大会はその後も毎年行われており、現在ではそれに加えて4から11月のシーズン中には全国様々な河川で10を超える数の大会が開催されている。日本国内では80年代から小規模に行われて、北が四国吉野川で営業がスタートしたことを皮切りに、東日本では 群馬県利根川でツアーが再興され少しずつラフティングは一般に知られるようになる。1990年代後半にラフティングブームが起こりラフティングは一つのレジャーとしての地位を確立した。近年ではラフティングは小学生から中高年同若男女が楽しめるアクティビティとして広く認知され、中学や高校の修学旅行のプログラムの一つに組まれるようにもなった。 ラフティングの国内普及は技術習得の難しさやレース環境の少なさもあり遅れているが大学体験部のチームを中心とするスタイルとして今も続いている近年は個人でのラフティングへの参加も徐々にではあるが参加者数を増やしている毎年5月頃に利根川で全国の大学体験部によって開催される日本リバーベンチャー選手権大会がその象徴といえる この他に三丈カップ、みなかみアウトドアフェスティバル内のみなかみウォーターゲームス、6月、北山川ラフティング大会、天竜川ホワイトウォーターフェスティバル、長良川ホワイトウォーターフェスティバルなどの大会が存在する。2003年にプロチームが参戦したことで競技性が格段に高まり、技術レベルも向上している。2013年には、全身の日本ラフターズ協会が、 一般社団法人日本レースラフティング協会に会称全日本レースラフティング選手権の開催も2014年から始まりさらなるレベルアップが期待される90年代前半から世界選手権を歌った大会が開かれるが1999年に現在の世界ラフティング協会制定の競技ルールで行われた世界選手権が現在も続いている 日本代表チームが世界大会に初出場したのは1999年南アフリカのオレンジ川で開催されたキャメルホワイトウォーターチャレンジが最初。水上で結成されたラピットマスターズが前身となり、チーム提携というラフティングチームが結成されたことから国内でレースラフティングが年々盛んになってきている。ラフティングの世界選手権が行われるようになり、 6人制と4人制大会が開かれるようになった。6人制は天然河川で行われることが多くよりアドベンチャー的な要素を含んで行われる。4人制大会は人工コースで行われることが多く、より条件を同じくして競技性を高めている。競技は6人制と4人制は2017年までは同じ種目となっている。4種目で4種目の成績で、 総合優勝を決める。現在の制定する競技の前の世界大会の記録、ありがとうございます。